不思議に、昔から十三軒のことには、女の名手が多いようです。佐賀邸のお伝えで、女房の宮が、名人で終わりになったそうですが、その芸の系統は、取り立てて続いていると思われる人が見受けられない。現在の上手というのは、ただちょっと、その場きりな巧みさだけしかないようですが、本当の上手が、こんなところに隠されているとは、面白いことですね。ぜひ、お嬢さんのを聞かせていただきたいものです。